パンタレオ・コルビーノ、パンタレオ・コルビーノ、1950年1月1日体は、イタリア・ベルノーレ出身の元フィオレンティーナのスポーツディレクター、SD 及び同クラブ株組織の統括総責任者である。2005年にフィオレンティーナのスポーツディレクターに就任後、数々の無名選手の発掘や、有望若手選手の獲得に尽力し、 セリエ A 復帰後のフィオレンティーナの躍進を支えた中心人物である。イタリア空軍の歌手官を退役後、当時、セリエ C1 に所属するカザラーノにて、スポーツマネージャーとしてカルチョ会でのキャリアをスタートしている。当時から有望な無名選手を発掘するスカウト能力が高く、1996年には後にイタリア代表にも選出される。 当時17歳のファブリッツェオミッコリの発掘をはじめ、インテルの下部組織出身のパオロ・オルランドーニを獲得するなど、高い先見性を示していた。1998年には、その能力を買われ US レッチェのスポーツディレクターとして迎え入れられる。レッチェにおいても、無名選手の発掘に力を入れ、スカウトマンが面白い選手がいるといえば、たとえそれが、 イタリア国外の無名の大会や、果ては、草サッカーのようなものであっても、じきじきに足を運び必ず自身の目でプレーを確認したと言われている。あと25歳11ヶ月で、セリエ A デビューを果たし、セリエ A 外国人選手の最年少出場記録を更新するバレリー・ボジノフを12歳の頃にスカウトし、2000年初期のズデネク・ゼーマンの超攻撃サッカーレッジェの躍進を、 支えたエルネスト・ハビエル・チェバントン、ミルコ・ブチニッチ、クリスティアン・デデスマなどの発掘、獲得はすべてコルビーノの功績である。2005年にセリエ A 復帰後のクラブ立て直しを図るフィオレンティーナは、フロントの大刷新を行い、そのスポーツディレクター、SD として、白羽の矢が立ったのが、当時リュッチで頭角を表していたコルビーノであった。フィオレンティーナ会長のディエゴ・デッラバレは、 ボジノフオレッチェから獲得する際の交渉相手であったコルビーノの交渉腕や有望選手を獲得する先見性に惚れ込んでおり、このことをきっかけにフィオレンティーナ昇兵に至った。フィオレンティーナの SD に就任すると早速その手腕を遺憾なく発揮する。前年度に20得点をするものの、遅咲きの選手であったためにビッグクラブが獲得をためらったルカトーニをはじめ、後に フィレンツェの司法と呼ばれたジャンカルロ・アントニオニニ直々に後継者と認められるとまでに成長を果たすリッカルド・モントリー・ボー頭角格を表す前に格安でアタランタ b c から取り数年前まではアマチュアリーグでプレーしていた無名のマヌエル・パスクアルをアレッツォーから獲得した若手選手を育成することを得意とするチェーザレ・プランデッキと共にこのシーズンのフィオレンティーナの躍進を 影から支えた。2006年冬には、ズドラブコ・コクズマノビッチを獲得がほぼ決まっていた、パレルモから放奪するなど、時にその手口は、強引とも呼べるが、後に、パレルモの SD リーナフォスキは、それがカルチョメカートの交渉術であり、コルビーノが一枚上手だっただけだと逆に評価している。しかし一方で、この年に、レッチェ時代の若手選手獲得に対して、 イタリアサッカー連盟が定める規定に違反しとして6ヶ月の活動停止処分が下されている。2006年の夏の遺跡市場では、主軸となるアドリアンムトやファビオ・リベラーニを獲得し、若手とベテランを融合させたチーム作りを画策する。2007年は、アルトゥーロル・ポリ、アントニー・バンデン・ボーレ、マヌエル・ダ・コスタなど、 すでに頭角を表し始めている若手選手の獲得にも力を入れていたが、一方で、パブロ・ダニエル・オスバルド、オンド・ジェイ・マズフ、ヤン・ハブレといった、無名選手の発掘にも余念がなかった。2008年には後に、ブラジル代表に招集される、フェリペ・メロや、マンチェスター・ユナイテッド・ FC、レアル・マドリードとの争奪戦を制して当時、欧州最高の才能と言われた。 ステバン・ヨベティッチを獲得している。2009年には、前年度に900万ユーロで獲得した、フェリペメロを2500万ユーロで、ユベントスに売却し、評価額が上がる前の選手を獲得していたことを、証明する。しかし、サポーターレベルでは、犬猿の中である、宿敵ユベントスに売却したことにより、激しい非難を浴びることになる。また、代わりに獲得したマルコ・マルキオンニア、 クリスティアーノ・ザネティなどの選手がサポーターの満足のいくメンツではなかったことも批判の助長となる。しかしシーズンが始まってみると新たに獲得した選手たちがチームに新たなクオリティを与え全年度に一勝することしかできなかった UEFA チャンピオンズリーグにおいて好成績でスタートすることができた。それを目の当たりにしたサポーターは一転してコルビーノに勝賛を与えることになる。 2012年3月18日、フィオレンティーナはコルビーノとの契約を延長しないと発表。同年6月をもってクラブ各職を退任し、7年間のフィオレンティーナでのキャリアに幕を下ろした。2009年、ガゼッタ・デロス・ポルト紙は、フィオレンティーナ所属選手の総価値は1億8500万ユーロになると発表した。 この数字は当時所属していた選手の獲得時の合計遺跡金額を大きく上回ってり、これビーノが将来性のある選手や適正な評価を得ていない選手を見抜く際があることを証明している。以下に該当する主な選手を挙げる。獲得後の評価額は最高時点のものであり、一部の選手を除いて確定したものではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。